こんにちは、かおりです。今日は F900R に乗ってツーリングに行きたいと思います。このチャンネルではバイク走行やバイクに関することを毎週日曜日に発信していますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。今ですね、鹿児島市内から南の方に来ていて、30分ぐらいでしょうかね、ちょっと走っているんですけど、今現在15度あります。今走っているのが国道の226号線になって、左側に見えるのが錦江湾になっています。この F900R なんですけど、走行モードがあるってお話はずっとしてはいたんですけど、今までですね、ロードで走っていて、今日からダイナミックに挑戦してるんですけど、発進がですね、非常にスムーズにできます。途中でロードに変更してみたんですけど、ちょっともたつき感があるというか、ダイナミックに慣れてしまったらダイナミックが走りやすいですね。この右側にある線路は JR 指宿枕崎線になります。鹿児島中央駅から指宿、そしてその先の枕崎まで行く線路になります。バイクと一緒に走れたらすごくいい絵が撮れたのかなって思いますけど、残念ながらこの辺は本数がめちゃくちゃ少ないんですよね。この辺は割と車通りも少なくなってきてるので走りやすいです。ここ最近天気が悪いのと私の体調不良っていうのもあって、10日ぐらいですかね、バイクに乗れてなかったんですよね。10日ぶりとかにバイクに乗ったら最初の発進がかなりビビりまくりっていう感じでした。いやー、でもバイクって本当に気持ちいいですね。もう私のストレス発散はこのバイクしかないです。はい、ここから指宿市に入ります。よいしょ。あー、気持ちいい。この50キロ超えたぐらいからの加速感がもうね、なんとも言えないです。指宿で有名な竹寺というラーメン屋さんがあるので、そこに今来たんですけど、かなり混んでおります。こんな感じで外まで行列ができているので、ちょっと今回は無理かな。竹虎っていうの、鹿児島のラーメン選手権で優勝して、そこから火がついたらしいです。ちょっと一回行ってみたいんですけど、今の時期なので無理ですかね。今見たら全然もう並んでないので、竹虎行くことにします。
れですね、県民の大投票で1位になったということで、ちょっと楽しみなので行ってきます。またこれからもバイク走行とお届けしたいと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。